大谷翔平さん、シーズン10勝到達、すごい。まあスタンダードかな。これはガチですごい。50本いってほしいな。チームが勝てなきゃ意味ないよ。やって当たり前みたいな風潮あるけど、これ派手におかしい記録よな。10勝50本やったら100年は出てこんやろ。2桁勝利40本は史上初か。最近ホームランがなくて悲しいで。ホームラン打ってくれよ、頼むよ。50本30盗塁やってほしい。16勝48本でダブルキャリアハイやればええがな。勝ったんや、おめでとうやで。大谷はこれが普通に見られてかわいそうではある。いつの間にか防御率リーグ4位まで上がってきてて草。盗塁もできる。正直走ってほしくないけど、あのベイブですらやってないからな。15勝50本は無理か。これしたらもう野手1本でええよな。去年の投打で規定到達の時点で頭おかしいのによく続けられるわ。微妙言われてた投手成績も結構なもんやな。ガチで史上最高のプレイヤーユンケ。ここから無双と大谷になったらサイヤングワンチャンある。大谷の合格ラインとして挙げられる数字が大体前人未到なのよ。これもう半分ベーブルース超えただろ。真面目に野球の歴史塗り替えてる瞬間じゃね。これこの後野球成人編始まって、実は大谷が野球成人の落ちこぼれだったの判明するやろ。ぶっちゃけ去年の大谷が最高傑作と思ったよね。軽く超えてくるとは思わなかったわ。これから何人も二刀流挑戦者現れるだろうけど、原点にして最強に君臨し続けるわ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。他の動画もぜひご覧いただけると嬉しいです。